はい、蟹座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月3日満月から7月18日新月までの2週間の大まかな流れと気をつけることをタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。下半期の動画もアップされていますので、よければ星の動きとか下半期何どんなテーマかなというのは別の動画をご覧ください。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月3日からです。カップに、ワンド6逆、ワンドエース逆、ジャスティス、皇帝、ワンド2、おー、ペンタクス10、ソードキング逆とワンド10と、オラクルは、はい、ペンタクス8です。おー、なんかね、とても、いい感じがしたんです。現実的にどうっていうよりも、何か今、心が通じ合えるみたいな。自分が欲しいと願っていた情報っていうのはすぐやってくるとか、誰かがその答えを持っていたとか、自分の考えをシェアする人がいる、もしくはなんかね、内側だけに留めておかずにちゃんと流して、それがうまく回ってるなっていう感じがしたんです。感情とか、自分の考えてることとか感情とか自分のエネルギーっていうのがなんかうまく流れてるなっていう感じがしたので、まあそれはそれで良かったなと思ったんですね。で、そして今現状はジャスティスということで非常にバランスが取れています。何を優先すべきか、自分の中で何が大事かっていうのを自分で分かっているっていう感じですね。で、これまでの流れの中でなんとなく人って自分が頑張ったことがうまくいったら嬉しいとか、なんかこうやったことが通じたら嬉しいって思うかもしれないんですけど、なんかその結果にとらわれずに自分がどうあるべきかっていうことをしっかりと今なんか感知しているみたいな感じがあり、まあそれが素晴らしいなと思ったんですね。自分が今どうすべきか分かっているみたいなね。で、その感覚でいる以上ものすごくうまくいくみたいなんです。いろんなことが、自分のことを誇り高く、自尊心を持って自分を過ごせる、達観した目で物事を見れる、動揺しないみたいなね、なんかそんな感じです。細かいこと、それは感情的にちょこっと気になることがあったとしても、その感情に飲まれていないっていうのがなんか素晴らしいなと思ったんですね。状況はいろいろ変化していくもの、天気だって変わっていく、風が強いとか雨が降っているとかってあるように、感情だって変わっていくし、状況だって想定通りじゃないかもしれないけど、私自身は変わらないんだ、私の尊厳は失われていないんだっていうのがなんかすごく出ていて、あ、すごく力強い2週間だなって思いました。で、やることをちゃんとやっていきますみたいなね、コツコツやっていきますっていう形なので、生活自体はとっても落ち着いていますね。なんか要するに現実世界ではもしかしたらちょっと大変だなと思うことがあったとしても、でもそれはそれっていうふうに割り切ってやってるって感じがするんですよね。それに対して不平不満を言うというよりも、まあこういうもんでしょうって、仕事ってこういうもんでしょうみたいな割り切りとか、まあしんどいけどでもこれは一時的なものだからしんどくてもやりきりたいのとか、なんかそういういい意味での覚悟みたいなものがあり、それによって生まれるプラスアルファのいい関係性っていうのもあるみたいで、これはなんか運がいいっていうよりも蟹座の皆さんが作り出しているリアルな、いい毎日っていう感じがします。安定って感じですね。はい。で、その後ね、もちろんそのちょこちょこした、選択はあるんですけど、それもなんかそれに動揺せずに、まあどっちにしたってこうだよねみたいな選択をして、結果すごくうまくいくっていうのがあるんですね。まあ7月その3日から18日までの間で言うと、まあ7月の10日ぐらい、7月10日や11日ぐらいから何かこう流れが変わってくるなって感じがあり、特に10日11日以降っていうのが人とのコミュニケーションがとてもいいんですよね。分かり合えているとか、これで伝わったかなと思ったら相手はすごい分かってくれてたみたいなものがあったりして、とてもいいです。現実作っていってるだけじゃなくて、こうその下のその
精神的な安定みたいなものもあり、だからなんかとてもいいバランスが取れてるなって感じがしました。そうね、ちょっとこのソードキングを見てみようかな。ワンド8の逆とワンドクイーンの逆とカップ5。まあソードクイーン、ソードキングの逆っていうのは自分にとってはちょっと苦手な人っていうのがあるんですけれど、なんかねその人が自分に何か攻撃してくるとかないみたいなんですよ。あの遠くで噂話は聞いていたとしても、その人が直接なんかこう患者の皆さんに何か言ってくることもないし、なんかごちゃごちゃ言ってたとしてもごちゃごちゃ言いながら遠くに行くみたいな感じがあり、全然結局被害がこっちに及ばない感じがするんですね。ですのでそういったなんかちょっと苦手な人とか、あなんかちょっと批判的だなこの人みたいなのが周りにいたとしても、あの患者さん自身はもうどしっとしておいてください。皆さん自身が自分を信じてそこにいれば全てがうまくいくって感じで、ちゃちゃ入れてくる人とか批判してくる人とか全然もうなんか子犬がキャンキャン吠えてるんですかっていうぐらい全然このマイナスにならないっていうか、自分に何か弊害があるわけではないっていう感じですね。で勝手にどっか行くって感じがあるので、はい、そしてその後のねペンタクス10、これも非常に豊かですね。ちなみに7月の18日の新月っていうのは蟹座で起こる新月なので、蟹座の皆さんは本当にこう何か豊かなものを意図したり、自分が願っていることを素直に言うことでそうなっていくって感じがあるんですけど、そうですね、あのね、このペンタクス10っていうのはとても満たされている、完成しているみたいな感じのカードなんですね。でこの2週間でものすごく自分自身が落ち着いていて、状況にな、あの感情とか状況に飲まれずに自分の強さというのを自覚してうまくいくっていうふうに出てるんですけれども、もうちょっと掘り起こしてみるとその奥にはやっぱりちょっとした心配事があるんだなとか、自分のことはいいんだけど誰か他者のこと、家族のこととか何かそういった心配事っていうのもあるのかなって感じはしましたが、でもその家族の心配をしたところでその人の気量でまたそれは乗り越えていかなくてはいけないので、もう本当に今月この時期は患者の皆さんはどしっとしておいてください。そして余計な手を出す必要もないっていう感じがします。なんかね完成されてるんですよ、この時期の患者さんとっても。だから周りでごちゃごちゃ言ってる人っていうのも結局入ってこれないし、傷つけることなんてもちろんできないし、批判したってその人の中で勝手になんか回ってあどっか行ったみたいな感じになるし、また自分が大事にしたいパートナーだったりとか家族とかの心配があったとしても、その信じることでその人の力をまた強めるみたいな感じがあり、その人に直接何かをしたからといってその人が変わるわけでもなく、その人の力で力量で今の現実を生きていくんだみたいな感じがあるので、もうコツコツとやることやって完成させていきましょうって感じがしました。はい、いいですね。お誕生日前とかってねちょっとナイーブになる方多いんですけど、今回の患者さんとってもしっかりしてます。ぜひそのまま自信を持って今を過ごしていってください。ということで今回はここまでにしておきます。また次回7月末までに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。